エボリューションはプロレスのタッグチームユニットである。全日本プロレスで活動する。2013年7月発足。ラストレボリューションを母体としている。なお、WWE にも同盟のユニットが存在したが同盟なのは偶然であり、双方の関連はない。全日本で活動していたユニットラストレボリューションが2013年6月30日付で、 メンバー5名中3名が対談するために解散を決定。同ユニットの発足メンバーで、中心メンバーであったスワマとジョードーリングにより、ラストレボリューションを母体として、新タックとして、次シリーズに発足した。ラストレボリューションの解散決定時、ドーリングがスワマとラストレボリューションを進化させた、エボリューションを発足させる意向を語っており、 それを実現した実行した形である。2016年1月3日のエボリューションプロデュース工楽園ホール大会を皮切りにプロデュース工業をたびたび開催している。2013年7月19日2013サマーアクションシリーズの三都市東町茨城県立スポーツセンター大会のメインイベントにて初めてエボリューションとしてスワマとジョーのタッグが試合を行った。 塩崎剛し金丸義信と対戦し、二十一分十秒、ジョーがレボリューションボムからのエビ固めで金丸を沈めて、勝利した。十月二十二日、三上市栄体育館大会で、秋山一志塩崎号の保持する世界タッグ王座に、スワマとジョーが挑戦。三十一分九秒、ジョーがレボリューションボムからエビ固めで、塩崎をピンフォールし、 王座を奪取した。スワマは、これが、世界タック王座初体感となり、また三冠ヘビー級王座を保持中であったために、五冠王となった。11月30日から12月8日に開催された、世界最強タック決定リーグ戦にも、同タックでエントリー。12月8日の大阪ボディメーカーコロシアム第2、競技場での決勝戦に駒を進め、塩崎強し 宮原健とのエクシードと対戦。25分53秒、スワマがラストライドからの体がためで宮原から3カウントを奪い優勝した。スワマにとってはこれが初優勝となった。2014年2月16日、福岡大会で世界タッグ王座2度目の防衛戦を行い勝利した後、パンクラスミッションの佐藤光が正式加入し、タッグチームからユニットへ文字通り、 進化した。7月27日には、かねてより、スワマが勧誘していた、青木厚氏が加入し、8月9日の決起集会にて、暴力集団化を宣言。2015年5月31日のファン、感謝デーにおいて、武装化集団化が完了。スワマが、バズーカ、青木が、マシンガン、佐藤が、ギリースーツを装備し、入場局も、銃声や、 爆発音が乱舞するものに、さらに進化した。10月23日、スワマが共に、パートナー不在であった、宮原健人とタッグを組み、世界最強タッグに出場。しかし、宮原が、エボリューションに加入したわけではなく、リーグ戦優勝直後のセレモニーにいて、宮原から差し出された握手を、スワマが蹴り飛ばし、青木、佐藤と共にいたぶり続けた。その直後に、 2月からエボリューション加入を直訴していた野村直也が正式加入。2016年1月3日、初のエボリューションプロデュース工業を開催。同月、スワマが5度目の三冠ヘビー級王座を獲得するが、直後にアキレス腱断裂により、タイトルを返上、長期欠場に入る。さらに4月のチャンピオンカーニバルに、ジョー、野村が出場予定だったが、 ジョーの悪性脳腫瘍が発覚し、治療のため欠場。代わりに、青木が初出場する。2016年4月24日、脳腫瘍に侵された、ジョードーリングへの応援フラッグ。7月14日、スワマが復帰。その2日後には、スーパータイガーが加入する。しかし、スーパータイガー加入に反発した佐藤が、スワマと剣悪になる。また、野村も、 エボリューションに入ったけど、自分は全く成長していないと脱退を表明。7月30日千葉大会にて、野村は、スワマとのシングルマッチの後正式に脱退。一方、佐藤は8月6日、新潟大会にて、スワマと和解。2017年1月2日、ジョーが復帰。しかし、7月にはジョーが脱退をしさ。7月30日、 大阪大会で正式に脱退。さらに、スワマと佐藤の確出が再燃し、8月3日、新木場大会でのスワマとのグラップリングマッチを経て、佐藤も決別。スポット参戦者はいるものの、レギュラーは、スワマと青木のみとなってしまった。2018年1月20日、岡田雄介が、エボリューション入り主眼を表明。スワマや青木には、当初突っ張ねられたが、 最終的に情熱が認められ加入。さらに、藤田軍迎撃のため、スワマは2月3日、横浜大会にて和解した佐藤に再加入を呼びかけ、2月14日、伊勢崎大会での一騎打ちを経て佐藤が再加入。しかし2019年6月3日、青木がバイク事故で急成。同年のジュニア、タグバトルオブグローリーは、 青木と佐藤のタッグで出場予定だったが、岡田の熱望により、佐藤と岡田のコンビで出場し、エボリューションとして優勝を飾った。8月11日には、青木の追悼工業が行われた。2020年、負けが混んできた岡田に、スワマが激怒する事態が続き、7月13日の新規バファーストリング大会でも敗北した岡田が、現状打破のため脱退を宣言。 スワマも了承する。同日、20年ぶりに開催された、アスナロ配送脱ダツリーグ戦最終戦で、田村男児が優勝し、エボリューション入りを表明して、スワマに受諾された。2021年3月14日に発足した、エボリューションの女性部門。2020年4月頃より、スワマが構想を持ち、アドバイザーにアイスリボンの藤本司を迎え、同じく、 アイスリボンの藤田茜及び練習生1名が所属となり発足した。ありがとうございます。